7月20日はハンバーガーの日だったそうです。香ばしいバンズにレタスとトマトとパティと、その他もろもろ挟んでハンバーガーの出来上がり。ジャンキーだとは分かっていてもつい食べたくなってしまう、そんな不思議な魅力があります。ハンバーガーを開発した人、本当にお世話になっております。ところで皆さんは何を挟んだバーガーがお好みですか？照り焼き？チキン？白身魚のフライを挟んだものもありますね。あとは変わり種のバーガーもあるし、それともやっぱりスタンダードがお好き？あとサイドメニュー、何がお好みですか？ポテトはマストでしょ？あとはナゲットとかホットパイとか、ドリンクはコーラ？ジンジャーエール？そんな風に選んでいるだけで楽しいハンバーガー。子供の頃からご馳走でしたが、大人になっても夢のある食べ物です。皆さんの一押しバーガー情報お待ちしています。さて今日はどんなことを話そうかな。タイムウィズユー始まります。時俊一ラジオタイムウィズユー。皆さんこんばんは、時俊一です。この番組は僕時俊一とリスナーのあなたが週の真ん中深夜2時同じ時間を過ごしていく番組です。雨が降ったり、まあ、梅雨は明けたもののね、気候が安定しないですね。うん、皆様どうですか？雨に打たれて風邪ひいたりとかしちゃうと、夏の時期の方が逆にね、風邪って治りづらかったりするじゃないですか。うん、そういうところには、くれぐれもお気をつけて、日々生活していただきたいななんて思っております。そして、先日ですね、グッド4の個別トーク会開催されました。ご応募いただいた皆様ありがとうございます。まだねこのラジオを撮っている時は、その開催する前に収録をさせてもらっていますので、何か ご感想などありましたら、ぜひたくさんお便り送ってきてください。でも僕もね、そういう風にやるの久しぶりなもので、うまく話せるかちょっと不安なんですけれども、ちょっと短い時間ではあるとは思いますが、皆様楽しんでいただけていたのであれば嬉しいななんて思っております。感想たくさん送ってきてください。お待ちしております。ということで始めていきます。時俊一ラジオタイムウィズユー、最後までよろしくお願いします。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りいたします。改めまして時俊一です。さあ今回もちょっとね、僕の、まあ、世間話に皆様にも付き合っていただきたいななんて思っているんですけれども、まあ、私事というか、のお話ではあるんですけども、最近同期と仕事をする機会がすごく多かったっていう話をしようと思いまして、例えばね、今井文也くんとか、あと野津山くんとか、まあ、僕の出身校のアミューズメントメディア総合学院っていうんですけど、これ僕たちは略して AMG って、卒業生たち在学生たちを言ったりするんですよ。その AMG 生っていうのってすごい分母が多いから、私そうなんです、僕そうなんですっていう方って結構たくさんいらっしゃったりして、そうやってこう後輩とお話しすることは結構あったんです。その中でやっぱお仕事の中で今井くんとかとはよくお話もするし、遊びに行ったりもするんですけど、本当ここ1ヶ月ぐらいかな、もう専門学校も同じ、しかももう僕と同じ時に在学をしていた人っていう人とお仕事をする機会が結構続いてたんですね。それがまたなんか僕の中ですごく、なんて言ったらいいのかな、もう単純にエモいなというか、思いまして、僕お仕事をこうやらせていただいて、今年で、まあ、だから、まあ、僕の場合は
専門学校を卒業した年がデビューの年だったので、まあそれがイコール芸歴になるわけですよ。で、僕が卒業したのが確か2014年度ぐらいだったはずなので、多分今年で、だから丸8年経ちまして、9年目に突入したっていう状況なんですけど、その他の人たちは例えば事務所の養成所に入ったりとか、そういうタイミングではあって、キャリアはちょっとこう仕事をし始めたタイミングっていうのはちょっと違うんですけど、僕の卒業したタイミングの同期の人間たちと生放送であったり番組やったりしたのがすごくね楽しかったんですよね。しかもそいつらって専門学校時代にも遊んでたし、今でも全然ご飯行ったりとかする人間たちだったので、なんかこう控え室も楽しかったし、番組の中もすごい楽しかったし、教務のね、教務っていうその学校の授業をしてくれる先生と、僕たちの進路のことを考えてくれる先生とまた別なんですけどね、その教務と呼ばれる先生たちと、この間こいつらとお仕事したんですみたいな世間話を、連絡したりメールとかねでしたら、いやでも時くんの木は本当にたくさんの人たちがこう残ってて、やっぱね今でも19期って呼ばれるね、東京の本科の19期目の生徒たちっていうことなんですけど、もうみんなが頑張っててすごいなって思うみたいな話をこうしたんですけど、なんかもっともっとねいっぱいいるんですよ。例えばここでも何度か言ってるけど、プロセカで振畑っていうのも僕と同期だし、あと81さんにいらっしゃる朝日のまどかっていうのも僕の同期ですし、あとブラックシップさんにですね、稲瀬葵っていうめちゃめちゃヌンチャクのうまい役者がいるんですけど、それも僕の同期だったりして、その人、ね、メンバーたちとはね専門学生時代結構いろいろクラスも一緒だったりして遊んでたりもしてたんですけどね、またそういう人間たちと、もっともっと生き残ってというか仕事をし続けていればお仕事できるのかなって思っているので、あとね牧俊一くんもそうです。一文字違いのやつなんですけど、見た目は全然違うんですけどね、とも一緒ですし、なんかもっともっといろんなね同期たちとお仕事で盛り上がっていけたらななんて思っております。また共演できたら頑張ろうと思いますので、そこまで皆様もぜひぜひお付き合いいただきたいと思います。ありがとうございました。さあ普通歌読んでいきたいと思います。最初のお便りは2通連続で読ませていただきます。ラジオネームリコさんよりいただきましたお便りです。トキくんスタッフの皆さんこんばんは。こんばんはです。先日アニメぶっちぎれの第1話が放送されましたね。初回放送からとても面白く、続きが気になってしまい、早く来週にならないかなと思っています。これからのお話がどのように展開されていくのか、咲夜くんと一番星の今後の関係がどうなっていくのかとても楽しみです。咲夜くんはクールなキャラクターで声も少し低めだと思うのですが、演じる上で何か意識していることはありますか？これからもお体に気をつけて頑張ってください。さあ続いてのお便り、トッティさんからのお便りです。トキさんこんばんは。ぶっちぎれついに始まりましたね。個性豊かすぎるメンバーが今後新選組としてどうまとまっていくのか楽しみです。昨夜は期待以上にトキさんのお声とマッチしており、今後昨夜の子供時代があるということでめっちゃ楽しみです。ツイッターのスペースでぶっちぎりトーク番外編第1話も合わせて拝聴しました。平川哲夫監督さん方はトキさんのことを絶賛しており、裏話もたくさん聞けて、面白かったです。ありがとうございます。今期から始まりました、ぶっちぎれ一番惹かれと書いてぶっちぎれって読むんですけど、一部が結構皆様からも反響があって、監督さんも、ありがとうっていうことを SNS とかで発信していましたけど、僕も全く同じ思いでございます。新選組が1話の冒頭30秒で全員殺されてしまったっていうところからスタートしまして、我々はもう替え玉として、というか
そう、影武者ではなく本当替え玉なんですよね。もう本人たちがお亡くなりになってしまっているから替え玉と言ってもいいのかみたいなところもあるんですけれども、だからこそできるはちゃめちゃなオリジナルストーリーが、今後展開されていきます。もっともっとぶっちぎっていくんですよ、ストーリーが。なのでぜひぜひ楽しみに、展開をお待ちいただきたいななんて思っております。そうですね、咲夜くん、なんて言ったらいいのかな、低めっていう感覚では僕の中ではないというか、多分フラットに僕が言葉を今みたいに紡いでいたら、割と多分ね、咲夜くんの音と同じテンションなんですよ。例えば生放送とかでテンション上げて喋んなきゃいけないって時は、結構トーンは基本的に人間って元気出さなきゃいけない時って高めになるから、あのそのキーとしては多分ずれているのかもしれないんですけど、だからこそ、そうですね、玄くんのあのエネルギッシュでありつつも生々しい叫びだったりとか、ああいうところとすごくやりやすい位置で僕もお芝居できたかなって思ってます。アウトプットできるところだったかななんて思ってます。この作品ってオリジナルっていう、まあ、カテゴリーになって、原作がない、だからこそこう結構台本にない部分を役者たちがこう穴埋めしてセリフを喋ったりとか、セリフの文言も若干変わっていたりとか、台本とね、いうシーンが結構いっぱいあるんですよ。だからこそなんか固めずにいけたというか、好きなことがあのキャラの中での、範疇の中でキャラをより生き生きさせることがこう役者さんたちもできていたし、でその中で監督さんとじゃあこうしようああしようっていうことをあのその場所であのずっと収録ができていたので、その、まあ、多分、このリコさんも、トッティさんも直前生放送、見てくださってるんじゃないかなと思うんですけど、あそこでも伝わるぐらい、あのそれこそ僕とか玄くんはもちろん、福祉だったりとかミキさんも本当にあの作品のことをあの気に入ってくださっていて、豊永さんもそうなんですけれども、直前特番の収録が終わった時にミキさんからご自身から、いやこれはなんかオーディオコメンタリーとかやりたいよねってもう裏で言ってくださって、それってめちゃめちゃ嬉しいじゃないですか。やりたいなって思いつつ、なんかそういう皆さん自分のキャラであったり、あの相方のキャラだったりが、みんながみんなこう気に入っていたからできたストーリーとあの熱量だったんじゃないかなって思ってます。オープニングもエンディングも含めてめちゃめちゃ熱い作品になりますので、なんか今までの新選組っていうイメージを全部払拭してくれる作品なので、ぜひ皆様も見ていただきたいななんて思っております。これからの展開ご期待ください。さあ続いていきましょう。ラジオネームさやこさんからのお便りです。トキさんこんばんは。テレビアニメシュートゴールトゥーザフューチャー第1話拝聴しました。トキさんが演じる黒川くんがたくさん出てきましたが、風間くんの喧嘩の仲裁やフォローしているシーンが多く苦労人なんだなと思いました。まだ物腰柔らかい黒川くん、トキさんのお声とぴったりですね。2話以降も楽しみにしています。こちらありがとうございます。こちらも7月からスタートしましたシュートゴールトゥーザフューチャーという原作があって、それのまあ何十年後っていうストーリーで、こちらもまたオリジナルの作品でございます。オリジナルの作品になるからこそ、こう今までのシュートでは考えられなかった演出だったりストーリー展開がされていくのが、結構いろいろなところでみんなにびっくりされておりますけれども、僕たちもこの台本最初にね、台本をいただいた時に、うわぁ本当に全然違うな、面白いと思いながら、その中でオリジナルであるからこそのこうした方がいい、ああした方がいい、じゃあこういう演出にするのであればこういうふうに言葉は変わっていった方がいいとか、そういうことをみんなで、監督さんたちと話し合いながら、やらせていただきました。黒川くんはそうですね、なんか周りを見れるし、ある種こうジョー君、風間くんとの関係性も含めてバランサーみたいな立ち位置には今はなってるんですけれども、やっぱ注目しなきゃいけないのは、まだ彼らが10代の思春期っていう、あのね、
どういうふうに人間が形成されていくか、まだまだ未知数っていう年齢の子たちじゃないですか。だからいろんなことでこうもがいたり苦しんだり熱くなったりへこんだりっていうあのストーリーが今後もたくさん、用意されているんですよ。頭空っぽにして楽しめる作品でもありますし、そういうなんだろう、青春であったり、ドラマチックな部分もふんだんにこの作品には盛り込まれておりますので、こちらもね、1話と最終話で全然雰囲気は違うと思いますので、ぜひぜひこちらもまた頭空っぽにして見られる作品だと思います。一緒に楽しむもよし、おいおいつって突っ込むもよし、楽しんでいただきたいななんて思います。よろしくお願いいたします。ありがたいですね。今回もいろんなアニメに参加させていただきまして、今後の展開もたくさん、そのタイミングごとにこのラジオで話していきたいと思っておりますので、楽しんでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。その番組宛てのメッセージは time@joqr.net までお願いいたします。さあ続いてはこちらです。時選びます。このコーナーではリスナーの皆さんから寄せられた2択の質問に僕ならどちらがいいか選んで答えていくというコーナーです。早速答えていきましょう。5つ目はラジオネームラギさんからのお便りです。かき氷の食感で好きなのは A シャリシャリ、 B ふわふわ。まあでもこっちかな。はい、じゃあちょっとやっていこうと思います。時選びます。B ふわふわ。シャリシャリもね、確かに好きなんです。あの、なんだろう、氷かじりたいって時あるじゃないですか。氷かじりたいって時は確かにシャリシャリを食べたいってなるんですけど、あの俺アイスボックス、あれ好きなんですよね。あっちに行っちゃうんですよ。ミニストップさんとかだとあるじゃないですか、かき氷とか ありますよね多分。なんですけど、なんかあと僕の子供の頃ってまだあんまね、ふわふわかき氷って浸透してないというか、そしたら本当にここね5年10年でその都心でもそのふわふわかき氷、確かふわふわかき氷を作るのって氷がすごく大事で、氷の温度とか氷の純度とかそういうのがすごい関係してくるんですけど、それを作れる環境と輸送する環境がやっぱ日本のその現状なかったのが、そういうことに遅れるようになって、すごくこう都心でも食べやすくなっているから、僕もたまにこうなんか先輩に誘われていくことありますよ。だし、あの山下大輝さんは一人でね、大盛りのふわふわかき氷を2個食えるんです、1回の食事で。本当にいい、どうなってんだろうって思うんですけど、お腹ピーピーにならないのと、ならないってすごいなって思うんですけど、でも、まあ、そうですね、今のシーズンだったら、まあ今の僕のターンだとふわふわのかき氷が多いかなって思います。さあそしてもう一つの質問参りましょう。続いてはラジオネームあやさんよりいただきました質問です。ポテトサラダにウスターソースは A かける、 B かけない。ポテトサラダを作ると大抵作りすぎてしまうので、私は1回目はそのままいただき、おかわりをするときや翌日はブルドックさんの中濃ウスターソースをかけていただくのが好きです。この話を友人にした時にソースをかけることに驚かれてしまったのでお送りしました。なるほど。まあ僕はこれはじゃあ、まあ一応ね答えていきましょう。時選びます。 A かける。かけないですか。あ、そこさんはかけないそうです。でもね、僕ね、そうですね、あやさんと一緒です。あの、なんだろう、 100g もらったら多分 50g かけずに食べて 50g かける
あ、だからそのちょっとかけるんですよね。でかけている部分食べかけて、だから僕ね、あの全部何かかけるとき全部そうなんです。とんかつもそうだし、とんかつの横にあるキャベツもそうなんですよね。あとあのマカロニサラダとか、なんかサラ普通のサラダもそうなんですけど、かかっている部分とかかっていない部分を食べるのが好きなので、例えばそれこそあやさんのようにおかわりがある、家にこう作っているっていう状況であれば、作っかける皿とかけない皿を作るんですよね。でそのどっちも食べるし、そのままそのまあ1回目はそれで食べて、2回目はソース食べてっていうことをしますね。コロッケとかもそう、あの半分にしてかけるやつとかけないやつと楽しむタイプですかね。なんかうん、そうし大体うん、でも僕ほら前言ったじゃないですか、そのコーンフレークとかも、もうあのシャリシャリでも食べたいし、ふにゃふにゃでも食べたいし、あのどなん変化を楽しみたい、違いを楽しみたいっていうタイプなので、あのそう、それで思い出した、僕あのすき焼きとかしゃぶしゃぶって一回こうクツクツ煮るフェーズあるじゃないですか。僕の家は基本的にしゃぶしゃぶの時もすき焼きの時もあの白菜をこうあの使うんです。キャベツ使う時もあるんですけど、僕家ですき焼き食べる時は煮ながら生食ってるんですよ。鍋奉行を大体僕がやるんですけど、白菜と椎茸とまあ長ネギとまあマロニーとかを入れてパカッて蓋閉めて、まあ3分ぐらいかなって待ってる間、僕は横でずっと横に置いてある継ぎ足し用の白菜をずっとシャリ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 ずっと食べてるんですよ。まあこれはね、誰にも受け入れられたことないんで、俺の親友だけはね一緒にやるんです。うん、俺の親友も横で白菜ずっとシャリ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 、ダメ、入れる分なくなっちゃうでしょって親からも言われるんですけど、いやでもだって食べてんだしさ、俺美味しいと思って、口寂しいから食べてんじゃなくて、その生でも食べたいから僕は食べてるんですけど、あんまりこうそれをね受け入れてくれた方はあんまいないんですよね。皆様どうですか、いないですか、横にあるこれから鍋に入れるってものを食べたくなるときないですか。いらっしゃる方がいたらお便りを送ってきていただきたいなと思います。はい、ということで今週はここまでです。こんな感じで僕に聞いてみたい二択の質問お待ちしております。以上、トキ選びますでした。お送りしてまいりました、トキシュンイチラジオタイムウィズユー、そろそろお別れの時間でございます。今週もありがとうございました。この後ごゆっくりお休みください。番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8002 文化放送トキシュンイチラジオタイムウィズユーまで。メールの場合すべて小文字でtime@joqr.net まで。タイムの綴りは TIME です。この番組は YouTube トキシュンイチオフィシャルチャンネルにてアーカイブが配信されています。詳しくは番組ツイッターのお知らせをご確認ください。そして僕トキシュンイチからのお知らせです。僕のファーストフルアルバム Good For が発売中です。ぜひチェックをよろしくお願いします。アルバムには10月2日に開催が決定しているスペシャルライブ、トキシュンイチプレゼンツグッドフォーライブの優先販売申し込み券も封入されています。こちらの応募締め切りは7月の26日火曜日23時59分までです。ぜひふるってご応募お願いします。詳しくはトキシュンイチ公式サイト、ツイッターをチェックしてください。ということで172回目の放送をお送りしてまいりました。先ほどね間に聞きましたけど、やっぱり白菜を食う人はこの中でも誰もいませんでした。人参とかさ、火を通さなきゃいけないのは、あでも最近人参も生で食べるのか、じゃあ食べていいんだ。
皆様もぜひぜひ、私はこういうことします、皆さんはどうですかっていうのを送ってきていただきたいなと思います。それではお別れのお時間です。この時間のお相手は時俊一でした。来週も僕と同じ時間を過ごしましょうね。バイバイ。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りしました。